いただきます。あれ、何出すぎてる、出すぎてる。どうですか、乾杯。切る、食べますよ。ほんと、おいしい、これはおいしい。華やかですな。どうやったらチョコクランチをフォークで食べれるのかよくわからない。皿、フォーク、寸止め、寸止め。使えないんでやめてもらっていいですか。え、止めれません。ひしもちカラーですか、もしや。そうそう、どう、ひな祭り。あれって桃の節句っていう、桃食べるのみんな。食べんな、もう来んない。なんで桃の節句なんだ。大体桃って夏だから。そうそう、そうなんだよね。なんでなんだろう。その時に食べるっていう考えはちょっとどうかと思いますけどね。はあ、はあ、桃。節句って俳句？違うだろうね。節句って何？季節の節目となる日のことだって。1月7日七草の節句、3月3日桃の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕、9月9日菊だって。1年に5回あるらしい。あ、それしかないんだ。ランチがハマりますね。最近ハマってんだこれ。美味しい、これめちゃくちゃ。いや、お店のケーキよく入ってんなと思ってたんだよね。なんかこういうの入ってないよ。まあ確かに間とかでしょ。確かに入ってる。違うけど、これはハマりそう。ひな祭りって何すんの？おひな様飾って、ハマグリのお吸い物食べて、ちらし寿司を食べる日。じゃないの。ひしもちどこ行ったの？ああ、確かにひしもち忘れてた。ひしもちどこ行ったんだ？誰？どこの人ですか？美味しいこれ。え、ひしもちは？食べない。え？食べる？聞かれてもわからない。どう？食べるのか？で、売ってるよね。ひなあられとかじゃん、あと。この時期にしか売っていないものといえば。あれ美味しいよね。そんな好きじゃない。やっぱりね。ちっちっち。そんな好きじゃない。ちちじゃない。しっし。なんで？しっし。今日、何なんだろうな、これって毎年思ってる。
あれの何が嫌いなのかが全くわからない。いや、むしろ好きなポイントがよくわからない。甘い以上。もう甘いね以上。好きになるポイントありました？ずっとしょっぱいの食ったらよ。ポテチ食べる、大ザク食べる。大ザクはひな祭り禁止。なんで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 、意味わからん。飾ってる人見たことないからダメ。確かに。じゃあポテチに好き。一緒です、ダメです。ひしもちエピソード待ってた、全然来ないんですけど。全然来ない。ないない。ひしもち、ひしもちひしもちカラーそうよだというのに。あとこれぐらい食べたい。どうぞどうぞ。ちょっと後で食べよう。すごいザクザクうるさいっていうか。いや、お皿がかわいそうだなと。そう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 、そうなんだよ。全然ね、すんどまらない。なぜだろう。多分ね、分かったんだけど、やり方としては。うん。なんか、刺して、じりじりここを多分、割ってって、うん、で、寸止めすんでしょう。あ、そう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 。そうなんだけど、それは分かるんだけど。むしろね、寸止め不要だから、じりじりしたら、パキッてなって、そのアプリって取る。なるほど。なるほど。じゃあ、寸止めをすると思ってたのがいけなかったってことか。そう。ああ、いやでもそれを差し置いても美味しいです。差し引いても美味しいです。うん、いちごでもね、抹茶が、うんうん、抹茶弱いよ、薄い抹茶。あ、全然匂いしなくないこれ。うん、なんか、なるほど、やっぱお高い方がいいんだね。じゃあお高い抹茶を買って、再美味しい、これ再作成。注文ありがとうございます。受けたまわりました。おう、ひな祭りに来るのかな。配送日未定。絶対来年とか忘れた頃にやってくる。ごちそうさまでした。